はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーです。とうとう買ってしまった。竹鶴の12年です。まあ12年って言ってもね、竹鶴シリーズだと、一番位が低い。まあ年数が低いやつなんですけど、これですね、なぜ買ったかというと、どうやらこれがですね、終売になるらしくてですね、この12年が、9月の何日だったかまでで終売になるらしい。で、新しくできるのが、普通のこの竹鶴の12年ではなく、ただのこの12年がなくなった竹鶴っていうやつが発売するらしいのでね、やべえなと思って買いました。値段が2200円。で、アルコール度数が70、え、じゃ、40度で、容量が 700ml と。竹鶴12年ピュアモルト。日本人に美味しいウイスキーを飲んでほしい。その情熱を胸に単身スコットランドに渡り、ウイスキー製造法を取得。日本で初めてモルト蒸留所を作り、日本のウイスキーの父と呼ばれた日華ウイスキー創業者、竹鶴正隆。彼はウイスキーの本質はモルトにあると、そして優れたモルトには豊かな自然が不可欠と信じ、北海道余市と仙台宮城郷の二つの地を選び、複数の蒸留所を作り上げました。脈々と受け継がれたその精神は、12年以上の歳月を磨き抜かれ、豊かに熟成したこのピュアモルトウイスキーに、結実しました。豊かに湧き立つ華やかな香り、まろやかなモルトの味わい、すっきりとした飲みやすさと爽やかな後味が特徴です。と書いてあります。ね。日華ウイスキーが、ね、これ大好きなんで。それのね、まあ、ね。ぜひ、これは飲んでみたかった。ということで、飲んでみたいと思います。ちょっと高かったけどね。ね。まあ、ストレートでまず飲んでいただいてみましょう。にしても今日も暑いわ。まあ今クーラーつけてるからあれですけど。乾杯。まあ、美味しいですね。確かに。ブラック日課の、8年に似てる。ただ不思議とこっちの方が、なんだ、スモークな味はしないですね。驚くほど飲みやすいのかな？結構甘いです。
一応ね、あの、2チャンネルとかに、ではですね、この竹鶴12年が、ものすごくコスパが最強レベルと、言われてるらしいんですけどね。個人的に言うと、もうちょっと、まあね、あの、はっきり言うと、ブラックニック8年の方がうまいな、と思います。ちょっとスモーキーさが足りないかな。ちょっとわかんないですね。この、その、いわゆるコスパが最強って言われてる。確かに美味しいのは美味しいんだけど、ん?っていう。そのブラックニック8年のように、その、何か、突筆した味があるわけでもなく。割といたって普通の、ブラックニック8年の、そうだな、味が、そのスモーキーさがちょっと少なくなったかな。だいぶ少なくなったものという印象しかないですね。むしろ、もう個人的に言わせると、ブラックニック8年の劣化と。いう印象しかないです。これがまあ、なんかストレートで飲んだからなのか、何なのかは知りませんが。またこれをほら、トワイスアップで飲んだりしたら違うのか、っていうのはちょっとよくわかりませんね。水割りとかロックとか、で飲んでみたら、また変わってくるのかどうなのかという感じでしょうか。まあいいや。とりあえず、ちょっと、ね、竹鶴のサイトに行きましょうか。こちらがですね。一応竹鶴は、12年と17年と21年と25年。があるようです。まあでも、ニッカウイスキーはやっぱり飲みやすさが、というかこの甘さでしょうね。やっぱり癖がほとんどなく、飲みやすいっていうのがやっぱり、あれなんじゃない?いいとこであり。っていう感じでしょうか。香りもいいしね。あと個人的に飲んでみたいのは、フロムザバレル。フロムザバレルですね。あと、なんだ。フロムザバレルと、なんだ。まあ、ぶっちゃけた話全部飲んでみたいんですけど、ニッカウイスキーのやつは、ね。
一番、その中で一番飲んでみたいのは、フロムザバレルです。あと、宮城郷とか、あと、ほら、いろいろあるけど、夜市とかね。やっぱ一番、フロムザバレルが飲んでみたいんです。むちゃくちゃ。でも、売ってない。まあ、売って、まあ、値段もね、そこまで 高くないです。これよか。500ml で1900円ぐらいだったかな。まあ、容量的には高いんですけどね。あとなんだっけ？あれも欲しいんだよな。飲んでみたいのが。でもやっぱ美味しいですね。あ、ピュアモルト、ブラックとかホワイトとか。これが 500ml、1696円。ピュアモルトシリーズですね。ピュアモルト。オールモルトとかも飲んでみたいですね。モルトクラブ。ちょっと高いんだよな、これもな。高いっていうか、それよりは高くないんだけど、なんか手が出せない。モルトクラブ。オールモルト。とかね。まあ。鶴17年っていうのもあるんだ。モルトウイスキー。ピュアモルト。ピュアモルトブラック。力強いピートと、しっかりとしたコク、豊かな味わいが特徴です。ピュアモルトレッド。軽く甘いバニラとフルーティーな香り。ソフトで優しい味わいが特徴です。ピュアモルトホワイト。海藻やヨードに似た強いピート粉。コクのある柔らかな味わいが特徴です。ホワイトなのに？ホワイトなのに、余市蒸留所のヘビーピートタイプのモルトが主体。ブラックよか、ホワイトの方が強いってことか。ああ。ピート香があんまり俺好きじゃないからな。いわゆるピート香っていうと、あれでしょ。角瓶みたいなもんでしょ。それあんま嫌なんだけど。でも逆に、日課の、逆にまずいやつが飲んでみたい。逆にっていうか、まずいやつっていうのもあれだけど、角瓶みたいなのあるのかっていう。ちょっと逆にこのホワイトが飲んでみたいですね。これは 500ml で43%のアルコール度数。で、さっき言ったら1700円ぐらいかな。ちょっと飲んでみたいですね。まあ。じゃあちょっと、8年とちょっと飲み比べてみようかな。楽に行くか。竹鶴、12年ピアモルト。
12年以上熟成を重ねた上質のモルトだけで仕上げた香りが良くて飲みやすいピュアモルトウイスキーです。ああ、香りが良くて飲みやすいか。それでは飲んでみたいと思います。やっぱね、匂いがね、まず違うんだよね。8年の方がすっごい甘い香りするんですよ。ブラックニック8年の方がね。ものすごいなんか、カラメルみたいな味がする。味じゃん、匂いがする。ああ。飲んでみるとまたこれが違うわ。あのね、明らかに8年の方が飲みやすい。あの、ピリピリっとしたそのアルコールの、ピリピリっとしたその口当たりが、竹鶴12年にはあるんですけど、こちらには全くない。うん。ただ、その代わり、非常にこのスモーキーな香りが、竹鶴12年の2倍ぐらいの香りが、ブワッと広がりますね。うん。スモーキーというか、まあ、甘くてスモーキーな。うん。やっぱりどちらが、上級者向けかっていうと、竹鶴ですね。初心者向けは8年の方です。やっぱそういう意味だと、結構違うもんだな。うん。うん。でも、ブラックニッカーは、このおっさんの方はね、全体的にほら、クリアとか、もそうだけど、全体的にやっぱ、非常に、初心者向けだよね。うん。ウイスキーの初心者向けみたいな。うん。感じはしますけど。うん。確かに。うん。こちらも、あれだわ。美味しいわ。うん。そう考えてみると、そういえばまだこれもあったな。ブラックニッカー、リッチブレンド。これちょっと飲み比べてみるか。これもね。リッチブレンドは多分、かなり香りがね、シェリーのような。シェリーってなんだよって話だけどね。なんかあれだよね。香りがちょっと、ウイスキーというか、なんか、ワインっぽいよね。うん。そんな感じがしたんだけど。でもやっぱ、ブラックニック8年はかなり、個人的に、いいです。でもそのやっぱりその竹鶴12年の良さもあるんでしょうけど、やっぱり突筆したそのなんかこう、竹鶴はなんか平均的なんだよね、全体的に味が。なんか、可もなく不可もなくみたいな感じ。いわゆる全体的な優等生みたいな感じなんだけど。8年はやっぱり、ちょっと、得意分野もあり、苦手分野もありみたいな感じなんですよね。うん。リッチブレンドはちょっと他に比べるとこっちの二つに比べるとちょっと香りがあれですね、スモーキーなのがないですね。
うん、さらに軽いですね。8年よか、軽い。めっちゃ軽い。口当たりがすごい軽い。別にあれだな、シェリーのような香りはしないな。適当なこと言った。ワインのような味とか言ったけど、あれ嘘です。うん。ほんのわずかにスモーキーな味もするんですが、まあ感じないですね。非常に薄いです。うん。薄い。ただ飲みやすい。非常に飲みやすい。だから飲みやすさの順で言うと確実にこっちが飲みやすいんですよ。で、その次8年。その次12年かな。このタゲツル。で、さらに言うと、これもあるんですよ。ブラックニカクリア。ブレンドの方ですけど。クリアブレンドの方ですね。もう終盤になった紙パックのね、もう色あせてるっていう。この色あせの、これ。うん。でもやっぱり、飲んでいくと、この3つ飲んだだけでもなんか日課ウイスキーって、あ、こういう味かと。甘くて飲みやすいなと。全体的に、角瓶とかに比べるとね、全然飲みやすいなと。ジャパニーズウイスキーと一括りにしてあるけど、それでも全然違うなと、会社によって。うん。ん？ちょっと待った。そう、まだこれがあったんだ。ブラックニッカスペシャル。こちらも、誰が飲んでも一目瞭然のものすごい甘い香りとものすごい甘さです。これは。バカ舌の俺でもわかる。これすごい。うん。この際全部飲み比べよう。うん。ちょっとだいぶ酔っ払ってきたけど。まだ大丈夫だ。なんかね、舌がね、口の中がなんか、アルコールのあれでなんか麻痺してきたね。うん。でもやっぱりこれは、他の、なんていうかな、日課ウイスキー以外のその、まあ、角瓶とか、ジャパニーズウイスキーの、どっかのね、に比べると、やっぱり圧倒的に、個人的に言うと、飲みやすくてうまいなと、甘くて。やっぱウイスキーに甘さがあるっていうのは、やっぱ日課ウイスキーの、ね、非常に長所だと思うんですよね。うん。もうそれだけでも飲みやすい。うん。まあ、逆に甘いの苦手っていう人も、やっぱいるんでしょうね。うん。角瓶は全く甘くないですからね。うん。はっきり言って。なんか角瓶が甘いとかって結構言ってるレビューがあったりするんですけど、それが個人的に理解できないんですよね。うん。よくわかんない。まあ、それも結局、下の、まあ、人間のね、人それぞれ。うん。いうことなんでしょうけど。まあ。うん。まあ、竹鶴12年に関しては、とりあえず、
あれですね。一旦ちょっと保留しといて、保留っていうか、あとでちょっとトワイスアップとか、いろいろ飲んでみて、最終的に星つけたいと思ってますけど、現時点の星はやっぱ四つ星ということになりますね。竹鶴12年。やっぱ8年の方が個人的に圧倒的に美味しいかなと。圧倒的にでもないけど、美味しいなと。ワンランクぐらいやっぱ差があるなという感じはしますけど。そして、ブラックニッカスペシャルいただきます。こちらはですね、アルコール度数が 42%。ちょっと高いですね。8年が、これ何度？これ40度だから。竹鶴も40度だし、こちらも40度だよね。ちょっと高いですね。それだけっていうか、ぶっちゃけた話、瓶だけで見ると確実にこっちの方が高そうに思えません？もうまるっきり黒だからね。黒。真っ黒。いや、若干光にかざすと、一応透けて見えるんだけど、ほぼ黒です。やっぱね、甘さの香りがね、すごいんですよ。あれおかしい。あれ俺前飲んだ時めっちゃ、ものすごい甘さだったんだけど、あれちょっと舌バカになったかな、今。あれめっちゃ飲みやすい。っていうか、めっちゃ飲みやすいっていうか、これよか飲みやすい。リッチブレンドよか。値段的に高いんだけど。アルコールのそのピリピリ感が、ほとんどないですね。リッチブレンドよかないです。あれおかしいな。もうね、口の中がね、もう、なんか、麻痺してますね。舌で、なんか感覚がない部分が結構あるんで、口の中をこう、舌でいじくり回してると、あれちょっとここら辺感覚ねえんだけどなっていうところが結構あるんです。これちょっとあれだな。俺のバカ舌が、やばい、さらにバカ舌になってきた。おかしいな。いや、本来は、こういうのはね、もう瓶の数に合わせて、このグラスの数も5個、これなら5個だと用意して、ババババババッとやって、で、あと、あれですよ。いわゆる、口直しの水ですよ。あれなんて言うんだっけ？口直し用の水。ね？かっこよく言うと、ね、あれを用意してですよ。こんな回し飲みしてるやつだってほぼいないですよ。あれなんだっけ？口直し用の水。あ、でもやっぱ甘いですね。非常に。スペシャルも。甘さだけなら、リッチブレンド
には負けてないですね。てか、勝ってますね。うん。だけど、一番その刺激が少ないですね。今のところ。まあ、ブラックニカクリア、ブレンドは、まあ、もっと少ないと思いますけど。こちらはね、ブラックニカクリア、ブレンドに至っては、もうこれはもう、2チャンネルの皆さんに、これはウイスキーではないと言わせてるぐらい、ぐらいのレベルですからね。うん。これは焼酎だと言わせてるぐらいです。これは焼酎だと言わせてるぐらいの、ウイスキーですか。うん。香りも弱いです。ただ、これね、間違ってもこのブラックニカクリアが、いわゆる、なんか、ね、悪いウイスキーっていうことではないんですよ。俺、ブラックニッカークリア大好きです、ね。何が好きかって香りが弱いでしょ。ね。まず第一に、やっぱ初心者の人って、俺もだってウイスキーだいぶ苦手だったけど、まあ苦手な要因としては、最初に飲んだウイスキーが角瓶だったこと。あれに尽きる。間違いなく。確実に。まあ、間違いないでしょうね。最初に飲んだウイスキーが角瓶の180ml の小瓶のやつですね。あれを飲んでウイスキーはもう大綺麗になったんです、最初。でもね、これブラックニカクリアはね、まず香りがない。ほとんどないです。うん。ほのかにあるんですけど、もうこちらとは比べ物なんですね。こちらほ。その他以外、その他に比べると、比べ物なのほど全く香りがないです。それはやっぱ逆に、やっぱり、ウイスキーが、こう、最初のね、初心者の人に、こう、なんていうか、まあ、嫌いな人とか、やっぱこういう香りがね、ウイスキーのこう香りが嫌いな人とか、にとっては、非常に、逆にいいと。そして、うん。あれ？うん、この味ですが、あれ？あれ結構あれだな。あれ結構、アルコール的な、ピリピリっとした感じが結構来るな。あら、スペシャル用が来ると。だいたい、ブラックニッカーリッチブレンドぐらいのピリピリ感はあるんだけど。あら。これ、クリアブレンドだからね。これ、一応、言っときますけど、クリアブレンドですからね。ここに。ここにちっちゃく書いてあるんです。ブレンド。もうこれ売ってないんですよ。これ、今売ってる現行のやつは、ブラックニッカクリア。ですね。こちらブレンドです。もう今、手に入りませんよ。うん。クリアブレンド。ですから、まあ、若干違うんかなと。いう感じですけど。まあ、でもまあ。うん。まあ、味としてはね、非常に、うん。ウイスキーの初心者にとっては、やっぱり、うん。なんか、こう、ほんのちょっとの、こう、優しい、ね。あれなんだよ。
結局。うん。優しくこう語りかける的な、何かそういう日課にはそういう優しさがあるんだよ、きっと。でもね、いろいろ飲んできたんだけど、まあこれだけでも 1,2,3,4,5 種類飲んでますけども、確かに日課ってやっぱウイスキー甘いなと。うん、ものすごく甘いなと。他のスコッチとか、世界五大ウイスキー、まあ、未だにアイリッシュウイスキー、いわゆるアイルランドのウイスキーはまだ飲んでません、僕。うん。ですが、そこに、ね、この、指が指し示す方向に、実は、アイルランドウイスキーあります。買いました。1600円ぐらいで、超有名なアイリッシュウイスキーではもう類を見ないほど有名なね、俺でも知ってる、まあ俺でも知ってたやつがね、買いましたので、この後飲みますけど、まあいろいろウイスキー飲んできましたけど、まあ、はっきり言ってもう分かったことは、いかに角瓶がまずいかってことです。いかにね、ウイスキーの初めて飲むにあたって、もうね、はっきり言いますけど、ウイスキーは絶対ブラックニッカクリア飲んだ方がいいです。初めての人。300円で買えますから、180ml のちっこい小瓶のやつはね、コンビニで300円で売ってますね。あれね、俺ね、最初、ウイスキーを始めたきっかけは、なぜ角瓶にしたかなんですよ。最初、ブラックニカクリアと、ね、角瓶が売ってたわけです。同じ容量の180ml のやつをね。どっちにしようかな。で、安い方って結局まずいんだろうな。ちょっと高い方にしよっか。高い方買うか、みたいな。それです。うん。それです。確かね、180ml の角瓶がね、だいたい値段2倍ぐらい違うんです。600円ぐらいなんです。角瓶がね、600円で、ブラックニッカクリアが300円なんです。ね。このブラックニッカクリア、この口当たりの良さ、いやー、これすごいわ。やっぱり。で、さらに飲めない人はやっぱりね、これをね、冷凍庫に入れとくに限る。24時間冷凍庫に入れとく。そうすると、凍りませんので、絶対。うん、俺の経験論で言うと、そうだな。経験論で言うと、35度以下は凍ります。経験論からして。さあ、それ以上、36度以上。の多分、何か酒は、まあ、大体凍らないです。まあ、だから、クリアは37度なんで、これ凍らないですね。ていうか、凍ったの見たことないです。ただ、今のところ、35度の、俺飲んだことある、なんだっけ、宝酒造の、あれですね。35度の、焼酎あるでしょ。焼酎氷。あれ凍りましたね。35度でも凍るのやつは凍るんで。うん。まあその商品によるとは思うんですけど。まあ基本的に37度のブラックニカクリアはまあ延々と1年放置してても冷凍庫で
放置してても、まあ、凍らないと思います。ので、まず冷凍庫に入れます。24時間経ちます。ね。氷を入れます、グラスに。それを注ぎます。24時間放置したやつを注ぎます。で、飲んでください。ロックで。冷凍保存しといたやつをロックで飲んでみてください。全然違うから。めっちゃ飲みやすいから。甘くて。これウイスキーなのってぐらい甘いから。ということで、長くなったんですけど、とりあえず竹鶴の12年。こちらは、まあ、うん、こちらはですね、個人的にやっぱり、まあ、うん。まあ、いい勉強になったかなと。うん。いかにその、ね、高いやつがうまい、安いやつがまずい、っていうその常識を、覆したかな、という結論に達してます。でも、やっぱりこれはこれで美味しいですっていう結論で4つ星。うん。でも、個人的にやっぱブラックニッカ8年の方が美味しいかなと。ね、こちらの方が美味しいかなと思います。まあ、あくまで俺の個人論です。聞き流してください。それではご視聴ありがとうございました。